前田恵里です。2324モデルの LTY を紹介します。 LTY は LTV に比べて全体的にハリを持たせたのでランが特にしやすい板になってます。またハリを持たせているので軽い力で強い反発をもらえることができます。ノーリーなどの飛び系がすごく楽しい板になってます。また LTV に比べて乗り系も楽しんでもらえるかなと思います。今も LTY に乗ってるんですけど、今よりもやっぱ弾きやすかったりとか、ウエストが広くなってる分安定感がすごいあって、すごい乗りやすかったです。良かった点といえば安定感がすごいできたのと、デザインがとても良かったです。そんなになかったです。はい、なんかすごいスワロペがやりやすかった気がしました。なんか乗り系とかよりは多分飛び系の方がやりやすかったかな。乗りも結構反発も来た気がしました。日向では特にないです